え、待ってブス <laughs> めっちゃブスなんだけどちょっと待って一旦はこうするやん一旦リップ一旦リップにちょっとチーク塗っていや配信ほんとにさめ めっちゃブスに打つんだよなめっちゃ赤くなっちゃったブスではないけどクマが目立つのいやそう私ね昔からクマはずっと目立ってて本当に中学校ぐらいからずっとクマだけは目立ってるんですよそう大人タイム配信いやーそれなあてか私ささっきさあのまあお風呂入ったんですけども でも本当にあと寝るだけって感じで配信終わったら即にしようってね考えてるからもう今眠いんだけどもはやそうまあっていう時間なんですけどあのさえこれめっちゃ可愛いのほら見てそうでねじゃん そうでなんか私さっき考えてたのでまあ配信をねできるだけやれる時に「いやああの配信をねちょっとあのやれる時にやろうって思いまして、まあ、最近ねずっとやってるじゃないですかでも、まあ、それは全然いいんだけどあそうそうやれる時にやろうと思ってでもいろいろね まあお風呂を10時半ぐらいに上がってるのね10時半ぐらいにお風呂上がってで10時半ぐらいにお風呂上がってそうでも、まあ、髪とか乾かしてまあ、20分ぐらい暇な時間があったのねで私一人,人でいる時別にテレビとか見ないからそうまあ携帯こうやっていじっててで明日 そうレッスンがあるからあ明日のレッスンのレッスンの,あの振り起こし明日朝起きてやろうと思ってまあそういうい計画とか立ててたの。でうわもう私あと1ヶ月しかアイドルじゃないんだと思って今もなんですけどなんかさ夜ってめっちゃ考えるじゃん。 夜ってめっちゃ考え事するじゃないですかでそれを考えた時になんかめっちゃ涙出てきて多分のやばいさ「お <laughs> 女じゃん」みたいになるかもしれないけどさよく考えたみんなそうなんですよあと1か月しかなんか自分が活動しないんだって思ったらめっちゃさなんか悲しくなっちゃってそうそう あごめん鼻水かんじゃったそうあ待って私バカじゃんティッシュケース全部持ってきなよ1枚だけで足りないでしょで <laughs> まあっていうことを考えてたらめっちゃなんかさ泣きそうになってそうでもさそうめっちゃ泣きそうになってそうさっきねでも今今結局涙流れたんですけどまあ涙ね流していいんですけど そうなんかあ,あと1ヶ月しか自分もう本当にふとねふとなんか文章とかではその、まあ、文字文章とかではなんかそのあ「あと1ヶ月で私アイドル終わるんだ」とかなんかなんだろう仕事関係で「あと1ヶ月だ」とかを言ってたりしてたけどなんかまじまじと一人であ「あと1ヶ月か」ってふと気づいてえ なんかこの18年間自分が生きてて残り1ヶ月で何かが終了するって目どが立っていることって初めてなのねなんかじゃあそれこそじゃあ中学中学校卒業とか小学校卒業とか高校卒業とかそういう何かの節目とかはあったけどあのなんかさ学校って別に。 なななんんだろうなうーん,なんか当たり前じゃん卒業があるってまあ AKB も卒業があるっていうのは当たり前当たり前っていうかまあいつかみんなねすることっていうのは分かってるけどなんかなんかなんて言うんだろうなうーんなんかやっぱ学校とかとかはさ、まあ、違うじゃんそうなんかやっぱアイドルそう そうね、なんか夜だからめっちゃいろんな話しちゃうかもしれないけどいやこの時間って本当にいけないのよあの11時とかえっとね23時からね1時ぐらいまでの間この3時間本当にダメな時間と思っててそうあのね考え事しちゃうよね夜の時間ってだから私考え事をしたくないからすぐ寝たりするのねあ だからさっきもあったけどそのショールームするまでの間が2030分あの暇だったから考えた考えたっていうかなんかその考えてやむ時間が嫌いだからあ考え出しそうと思ったらすぐ寝るようにとかあとはなんか楽しいことをしたりするんですよじゃそれこそ YouTube 見て笑うとか TikTok で面白い動画とか。 あのー、調べてそれで笑ったりとかしてまあ寝るとかあと音楽でめっちゃ楽しいアゲアゲな曲聴くとかそうっていうことをしたりしてまあ紛らわせるって言ったらあれだけどでもさっきの20分間は20分っていうか、まあ、何十分間、まあ、めっちゃ考えちゃった久々にそうだから考えましたっていう報告です <laughs> 考え出すと寝れなくなくっちゃういやそうなのでも私考え出す前に寝るようにしてますもはやアイドルに全力だったから余計に感じいやそうなんですよもうそんなこと言われたら泣いちゃうじゃんっていう時間です今そうなんですよ泣きたくないんですけどね いやでもさファンのみんなはさ私がなんか軽い感じでさ決断したって多分思ってるじゃんめっちゃめちゃ重くあの決断してるからね学業とかと違って自分で決断した卒業あそうなんですよそう自分で決断っていうのもあるんですよねちょっと鼻水か見ます 卒業発表しててるる人人は泣いてる人え、本当まあ確かになそうなるよねいやでも私も卒業発表してから配信で泣くのは初めてかもあなんかそう泣くって私あんまりさファンの人の前でなんか相当なことがないと泣かないじゃん,なんかてか泣くネタがおかしいじゃん警察24時見て泣くとかさあの <laughs> なんか他の人とちょっとさ観点ずれて泣くやん私って。 なんか警察24時見て泣くとかさなんだろうニュース見てそれをみんなに伝えて泣くとかさなんかちょっと泣いてる意味が違うじゃないですか。<laughs> そうでも卒業発表してその卒業発表で話しながら卒業発表の件で話しながら泣くっていうのは多分初めてってかねそうなんですよ。まあ そうなんか泣かないようにしてたっていうのもあるんだけどもちろんなんかやっぱアイドルってなんかやっぱ最後までアイドルをしね「キラキラれいちゃんまで行きます」みたいに言ったからにはなんかファンの前ファンの方の前でなんか泣くのは違うなってずっと思っててだから我慢し我慢っていうか、うん、まあしてたっていう部分もあったからそうそれにあのだいた10時で終わるしねこの23時って駄な時間だわ そうでもファンの方そうそうですそうです何だろうなんかそうなんですよまあ多分今は本当にあのなんかこういう時期なのなんかね感情豊かなな豊かななだって <laughs> 豊かな 週があるんですよ4日間ぐらいもうな,な,んかなんかされたらすぐ泣いちゃうみたいなもう涙腺がめっちゃゆるい,い,い弱いゆるい弱い期間がありまして私1ヶ月の中にねでそれがちょうど今なのだからなんか体がむくんだりとかもしてて今そうっていうのもあるから多分それと本当にちょうど重なってるっていうのはある ですけど、うほうほほさんありがとうございますあやちゃんさんありがとうございますえめっちゃ可愛いこれありがとうあれえ何これすごいんだけどありがとうございます可愛い何これくまちゃんめっちゃ可愛いありがとう限定かなそうでまぁ、あ、本当にうんそうなんかさそうなんですよ、まあ、これからのね活動活動っていうかそうねなんか本当にまずえ 今日はチームメイトのしゅ周年っていうのもあるしそうでまあいろいろさ考える時間あるじゃないですかまあ周年かみたいなそうで周年であのまあチームメイトは 9, 9で 10, 10に入るじゃないですか9周年9年迎えてそうで10年目になるじゃないですかでまあ私は 5年ぐらいかな5年ぐらい関わらさせていただいててなんかその何て言うんだろうななんか本当に今日チームメイトで良かったなって本当に思っててそうなんですよ今日本当にチームメイトで良かったなって改めて実感し,してそうなのなのんか何だろう 多分チームメイトじゃなかったら多分私今あの私的にねなんか私的になんかチームメイトだったからなんか自分があ今輝いてるなって思える瞬間とかが多いチームメイトだったからほんのになんかチームメイトにあの関われて関われてっていうかうん関われて携われてそして そのチームの一員として活動ができて本当に良かったなって今日改めて実感しましたそうなんかでもちろんその AKB グループってあのアイドルのさもう本当にさなんかもうアイドルイコール AKB みたいなっていうぐらい本当に大きいグループでそう本当に AKB48 って聞いたらさ すすごいいってななるじゃないですかそうっていうグループに入れたっていうのすら自分にとってはすごい自分の人生のターニングポイントっていうのっていうのでもあるしそうなんかその AKB に入れて本当によかったっていうのがあってそうなんか絶対さ普通のさ女の,子女の子ってさ 普通の女の子だったら経験できないことが多いじゃん。そう。 そうなんか普通のまずそもそも女の子だったらなんか経験できないことがまずできてるっていうことがあのまずできてたしチームメイトだったからこそなんかそのステージに立つ回数がまあお多いじゃないですかチームメイトってさ、まあ、何かとその全国ツアーをあのさせていただいたりとかそうでもちろんね まあめ,めにもね今日結構書いたりしてたんですけどそのまず自分を愛してくださる方に出会えたことなんか自分が愛される価値があるんだってあのー、なんだろうこう思ったこととかなんか,なん,かなんだろうなんか自分で愛されるんだみたいな,な,なんだろうな。 なんかやっぱり家族とかはさもちろんなんか自分の血がつながってるからもうなんか愛,す愛じゃんそれってもうなんか無条件に愛を与えられるじゃないですかだって血がつながってるしあのなんて言うんだろうなやっぱ家族ってさもう血がつながってるもう家族っていう時点でさ無条件で愛を与えられるじゃないですかだって家族で、ね、じゃあ なんだろう、ね、じゃあパパとママがあのじゃああの何て言うのなんか何千万円必要ですみたいなあのじゃあ病気で何千万円必要になりましたみたいなだったらさ私多分何としてでも多分そのお金を用意したりとかすると思うんですけどまあてかさそうじゃん絶対家族って。そう あのなんですけどちょっと花火図あのいちいちすみませんそう見返りを求めないじゃないですかだって家族ってもう本当に愛だからそう私家族だったらなんか何でも許されるじゃないけどなんか家族だったらあのー 何でもしてていいいなってなんかなっるじゃでですかでもさファンの人ってさなんか「じゃあ私がじゃあ例えばショールームのイベントします」とかやったらさたくさんね、まあ、ギフトを投げてくださったりとかあとなんていうの、まあ、全国ツアーでじゃあ例えばじゃあ例えば鹿児島であのイベントがありますとかあったじゃんその時とかもさあのわざわざ地方からねとあ鹿児島に来てくださったりとか。 あと劇場も私のためにわざわざ休みを取ってあの地方から県外から来ますもしくは海外からも来ますっていう方もいらっしゃったりとかそうもうね本当にねありがとうございますって感じなんですよ本当にどうした自分って感じでいやそれ、ね、もうなんかさ一から考えると本当に皆さんに感謝しかなくて。 そうななんですねなんかやっぱさみんなが本当にいてくれたからあのここまで本当に頑張れたっていうのもあるしなんか実際さ実際っていうか何,何だろうなうんなんかやっぱアイドルの活動にもかかわらずだけどあの。 普通にさ「え明日絶対目晴れるじゃん」「待ってマジで涙止まって」え「え一回涙止まって」みたいなえ違う <laughs> 待ってほら <laughs> <coughs> そうなんか悲しいとかじゃなくてなんかうれしくてめっちゃ泣いてる今どっちかっていうとちょっと一回水飲みます そうなんかいやなんて言うんだろうななんかそうですねなんだっけあそうそうそうなんかほんとにちょっと一回離れてかむね。 え、そうなんかやっぱめっちゃ鼻赤いんだけどなんかそうですねなんかファンの方すごい好きです私はい <laughs> いやっていうことを今日ね思ってました思ってましたとか、なんかさっきの時間でめっちゃ考えてましたそうだから少しでも恩返しができるようにこの1ヶ月 もう全身全霊でさらに頑張りたいなって思いました。本当に応援しててよかったみたいな思ってもらえるように、そう、私も頑張るし、そう、本当に、はーい、もう頑張ります、卒業公演まで、本当にっていう気持ちです、今。まあ、ずっとそうなんですけど、卒業発表してから、そう、ずっともう、 そうそうそうファンの人を第一にと思って考えててっていうのを伝えてみましたはあ配信始まって20分ずっと泣いちゃったよじゃあ次は楽しい話し,しましょう楽しい楽しいたのたの楽しい話しましょう。 そうまあ頑張りますそうこちらも泣いてるだって言われたら泣いちゃうじゃんまた <laughs> 明日マジで明日さ待って明日レッスンの時にさ顔腫れたくないですけどやめてください <laughs> いやでも本当にやっぱり卒業ってつらいよね <laughs> ちょっと待ってちょっと待って絶対待って絶対まとめないでよちょっと待って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 ちょっと一回待って絶対家族泣いてるこれ見て泣いてないと思うけど鼻水の音どう聞かしてる今なんか歌でも歌えます 楽しい歌を歌おう。どうして君を好きになってしまったんだろうどんなになんてるたんたんたるんここにいるとわかってたのにでも君が選んだのは違う道へ。 と。欲しい。君を好きになってしまったんだろう。はあ、クリーニング屋さんありがとうございます。そうでもこの akb で活動しててさ。私ってさなんだろう？なんか結果大きい結果なんか akb48 の結果ってさ。多分なんか？ 分かりやすく言うと選抜になれたかみたいなっていう、まあ、ものもあると思うんですけど私の夢は結局選抜もあったけどあのまあそれは叶わなかったそうからなんかすっごいそれがやっぱりなんか私ね途中からなんか選抜のなのかなんか選抜じゃなくていいやみたいなあの思って。 ちゃっった時期があってもうそっからずっと卒業を考えてて <coughs> そうもう思った瞬間からあもうこれって完全練習をしちゃったのかなってその時からすっごい思っちゃってその時から定期的にあもうこれって卒業っていう決断なのかなとかはずっと思っていてそうだったから。 でもやっぱりこう卒業が近づくにつれてなんかやっぱり自分が一回あの立てた目標があのなんていうの達成できなかったっていうのがやっぱりすごい詳し悔しくてそうやっぱりなんか一回立てて 一回諦めたけどやっぱりすごい詳し悔しくてあーやっぱり頑張っても達成できないことってあるんだなって思ってまあでも頑張ってないでしょって言われたらそれまでになっちゃうけどもっと早く違うやり方もっと1年前から TikTok じゃやってたらどうなってましたかってもしかしたらっていう可能性あるじゃん。 なんか始めるのののががが遅遅かかっっったた気づくのが遅かったなっていうのがありますねそう多分1年前からやってたらもっと絶対バズってたしなんか今ってさ TikTok その一般の人がめっちゃいっぱいやってるからその昔バズってたものがバズらなくなってるっていうのがすごい大きくて1年前からやってたらもしかしたら100万人とかっていうフォロワーもね夢じゃなかった。 かもしれないし本当にねそうなのだよ TikTok ってそうだからあーなんか取り掛かるのが遅かっただから次だから私は何かで一番になりたいなっていう感情が今すごいあります感情っていうかその AKB であのなんだろうなあの <coughs> 次に与えられた課題みたいな AKB で得た次へ次の道への課題 っていうのかなヒント原動力みたいなのはなんか何かで一番に一回な一回っていうか何か一回一番上に立ってみたい一番上っていうか一回自分は1位は取ってみたい1位っていうか何だろうな何か形として分かるものが欲しいなってすごい思いました。そうだからまあ 頑張りますなんだろうなんでしょうあの歌を歌えますなんか歌を歌おうよ楽しいやつ果てい作と唯一感なんかあるちょっと待って、めっちゃ今鼻声なんだけど泣いたからさ一回鼻水 何だろう私最近何聴いてるかな <laughs> どうして君を好きになってしまったんだろうだってどうして君を好きになっあどうして 君を好きになってしまったんだろうえどんなんだけどどう,どうて君を好きになってしまったんだろうえまず違う違うどうして君をすえどうどうて君を好きになどうして君を好きになってしまったんだろうえなんだっけ 教えて、「君を好きになってしまったんだろう」<laughs> 待って待って待っっててなんだっけなんだっけ。さっき歌ってたじゃん私。「てれんてん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 てんてん」「どう教えて」「君を好きになってしまったんだろう」待って待ってなんか違うんだって。何だっけ?ど」どう教えて。 君をそんなに好きになって <laughs> 待って待って合ってない合ってない待ってどうして違ういやあんのよあこれね全然違うアーティストさん え待っってちょっと1回音ちょっとめっちゃ小っちゃくなります合ってるとまだ何だっけ?「どうして君を好きになってしまったんだろう」まだ違うわなんだっけ 「どうして君を好きになってしまったんだろう」合ってたわ「どんなに長いんだ,だん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 思ってたのに」 君のことが好きだから君はメロディメロディ懐かしいハーモニーハーモニー好きだよといいベイビースクラムアービルノーダお腹痛くなってきた <laughs> スピンも可愛いっす ちょっと目が腫れてきたねいやだなほに最悪待っとお腹めっちゃ痛くなってきたお腹痛くなってきたっとお腹痛くなってきたなんでだ豚汁食べたからか今日すき家食べましたよそれも割と TikTok 終わってすぐ卒業までれいちゃんもその子の配信みたいなえー、したいなてかい 私ねね実家に帰りたいんだよ、ね、そのなんか企画系が、まあ、やろうと思えばこの家でもできるんだけど広いスペースの方がいいじゃんだから一回実家帰りたいんだからあのめっちゃ家族と話してるみたいに今話しちゃうけどファンの人とねだから一回そのなんていうのえっと今4月やろで4月3030 30までさ コンサートあるわけじゃないですかで,でまあ5月になって3日間ぐらいでいいから私一旦実家帰りたいんですよコンサート終わってからねコンサート終わって実家帰ってだからその料理配信とかダンス系とかを実家の家い家実家の家っていうか実家そう鹿児島の家でやって。 で、また卒業公演のために戻ってくるみたいな、あの、あれにしたくて、スケジュールに。そう、一回本当にね、家に帰りたいんですよ。そう、実家帰りたい。てか、あの、卒業公演前,前に、あの、普通に家族に会いたいし。そう。あ私ね、家族めっちゃ好きなんだよな。多分。 家にいる時めっちゃ肌の調子いいもん実家。ってか実家好き実家好き実家好きっていうか鹿児島好きなんか友達も近くにいるし <laughs> みんな私その鹿児島にいる友達一人しかね東京来てないんですよその本当に親友の子なんだけどあのエステティシャンになってあの東京でねもう今働き始めてるんですけどそうあの三つ子の子。 そうでその子しか東京来てないあとの他の仲いい子はみんな鹿児島にいてあの鹿児島で普通に働いてる子もいれば大学まあ見本大学だけどねまあ働いてる子もいるんだけどそうだから鹿児島に行きたいねあのそう。 一旦落ち着いたコンサートさ終わるまでは本当に鹿児島帰る暇がないから暇っていうかゆっくりできない鹿児島にいてもだから一旦あのー、コンサート終わったら鹿児島に帰ってゆっくりエネルギーチャージしてでまあ友達と遊んじゃったりしてで企画配信もやって東京戻ってきて卒業公演っていうのいう感じがいいんですけど。 そうでもまあスケジュールがね分かんないからそう公演とかあったら公演とか出たいからさ普通通常公演まあチーム B だと思うけどそうだこれちょっとね企画系の配信したいから鹿児島に一旦帰りたいなっていうのありますねそうそうですそうですそうです そうななのよ <laughs> おなじみのすずちゃんもうすずちゃんと全然会ってなくてめっちゃ会いたい私はそうえ元気してんのかな生きてますすずみんな生きてますかみんなの方が知ってそうなんだけど私よりどうして 君を好きになっってしまったんだろう日本地図貼るえ待って日本地図どこやったんだでも撮ってると思うボロボロだけど静かはなくなっちゃうのかなし情報ないですえ生きてるちょっと分かんないです鈴木ちインスタ更新ってえ更新してるかの LINE 必要生きてるのかな 生きてるよなさすがに元気かなえだって最後会ったのあれだよみんなあの、一緒に配信したじゃん卒業式の時にそうあでも公園も公演も 来てくれた公園来てくれたからあれだわ3月だから 26? だからもうほんと1週間かの超えもっと1週間どころじゃないの26だからあ1週間前か会ってるのいや配信以来じゃないわあのー、配信はあれでしょ3月中旬だから3月下旬にさ私が卒業発表したじゃないその時にね卒業発表見に来てくれたんですよ公園。 そうその時に,に会ってるから <coughs>、まあ、会ってるっていうかあれね終わってちょっと話してそのままだったんだけどそうそう公演の後ねご飯とか食べれてるよかったんだけど私が用事があって公演卒業発表終わりの終わりに用事があって。 そう、別の用事があってね一緒にご飯とか食べれなかったからあの、終わった後に面会みたいにできるんだけどそん時だったからでも言って一週間前か春休みって感じ一週間って「どーもしで、てはいはいはい先週ストーリー更新してたああ あでも大阪帰ってるって言ってたかな大阪帰るわーみたい大阪帰るわーみたいなメーカーの時言ってたかもでもさすがに帰ってきてるよねでも割とずのあれね滞在長いからな前も帰るわーって言って1週間ぐらいいなかった感じするけど普通にご飯一緒に食べたい焼肉一緒に食べたい ゆっくりしたいですねそうでも卒業公演まではちょっと本当にダイエット自分磨きとちょっとアイドルに宣伝したいなじゃあ今日はこんぐらいで終わろうかなちょっと眠くなってきた普通に <laughs>。<laughs> 泣いたりしたからめっちゃ眠くなってきた俺もうこのまま寝れるこうやって本当に今目つぶったら寝,寝そうだって見て私の目じゃあランキング見ます13位プッチーニさんありがとうございます ジュニーバボラサリアトザイマス、ジュージーテンシカクサリアトザイマス、ジュリラムサリアトザイマス、キューアタンサリアトザイマス、アチはベベムサリアトザイマス、ナイワイエセンのサリアトザイマス、ウクイワヒキりがとうございます six six th 位は。イ位はサイレントディーモンサリアトザイマス、ヨヨウマトモンサリアトザイマス、サヨウマホとうございます。ス、ニアクリニりがとうございます。イ位はあゆちゃんさんです、がとうございます。あそう ねえてかさ「いつかランウェイ」なのよで私明日一日休みって思っててで明日美容室行って岩盤浴行って早く寝ようっていうねコースしようと思ってたらまさかのめっちゃ長丁場のお仕事でリハで、ね、マジで美容室予約してなくてよかったと思って連絡する前だったら本当に美容師の方に連絡する寸前だったのね。 本当にしなくてよかったする前に分かってよかったと思ってだから私明日その仕事終わったら速攻でサウナ行こうっていうまあサウナか頑張るよか汗ダラダラ流してむくみ全部取っちゃうぞっていうコースにしようと思ってたのにそう頑張りますまたねーバイバーイ <laughs> バイバーイおやすみおや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 